ずっとサラリーマン30年やってきました。55歳です。私今400点ぐらいコレクションあります。僕は売ったことがないです。だけれどもアートは大好き。そう、他にも借金あったし、今もだけど、ここ39歳で建てたんですけど、奥さんと2人ずっと払って35年ローンなんで、70何歳までずっとですよ。この家を設計したドミニク・ゴンザレス・フォレステルっていう、設計する前に建つまで4年彼女とやってました。外観はねピンクとブルーなんですよ。当初は近所の人びっくりしちゃって、もうこれはあの子供向けの歯医者ですかとか美容院ですかとか、階段の壁紙が韓国のジョンヨンルです。それから庭が島吹道博さんで、廊下のあのまあチャイニーズランタンですね、あれがジュンヤンですね。でここが和室が奈良さん、奈良さんのスタジオで買えた。10年ぐらいかかった。お金持ちなら、いや俺もう我慢できないと、倍払えばいいか3倍かって時間を買うことできるけど、逆に僕お金なかったんで、待ってでもいい作品と暮らしたり、いい作品欲しいじゃないですか。でその鏡が草間彌生さんで、この家は15年前だから、草間さんに家を建てる鏡をお願いしますって、今絶対ないですよ。そしたら黒く塗って、その生地を全部カットしてコラージュになってる。毎日ここでこうやって、これ身支度をしてで買ってる。僕の考えはアーティストの友達と家を作りたいと思って、住めるし奥さんも安心するじゃないですか。アートも手に入って住めるし、一石二鳥だなと思って、夢の家に住みたいなと思って始めたんですよ。僕が買ってる作品というのは、そんな高い作品は実はほとんどないんですけども、あっと思ったらもうすぐ買わないと買えない。僕レベルではすぐ高くなっちゃうし。草間彌生さんの1965年の非常に大きなネットの紙のペインティングですね。32歳の時にそれを買ったんですけども、500万円、当時の私の年収1年分よりも高かった。でもあそこで買わなかったら、僕は一生多分草間さんの案内、1960年代のペインティング、もう今数億円ですよ。すごく大変だったけど、みんなに借金しましたよ。家族にも借金したし、もう銀行にも借りたし、会社が終わった後ホテルでナイトシフト、夜勤のアルバイトしてましたよ。あと女房にも母親にもおばあさんにもお金借りましたよ。奥さんが見て、この人はもう病気だから、麻薬中毒患者と同じですよ。使えるお金は全部アートです。ある日、その今みんなインターネットですけど、来た時にこう見てたら、あれこの草間彌生、100歳マッチョ、こんな高いんだ。彼女は気づいて、そこからは大丈夫ですよ。女性はやっぱ現実的ですよ。みんな最初はただの若いアーティストだったけど、だんだんみんな有名になってきたんで、ただそのなんていうか、ここに置く作品を作るのはやめ、その家の中の一部にしたい、それを使って一緒に生活したいっていうのは言ったんですけど、久しぶりに家に帰ってくると、やっぱりなんか自分の家はすごいいいなと思いますけど、毎日の暮らしがアートと一緒なんで。